イサイチャンプルーです。今映ってる車なんですけど、まああのユーホールっていう会社で、この車たちは、レンタルの車ですね。まあアメリカの人たちは結構、まあ日本でもそうだと思うんですけど、結構ね、移動っていうか、あっち行ったりこっち行ったりするときに荷物をこう運んでいくのに、こういうトラックっていうかを借りて、まああの19ドル95からってなってますけど、まあ2000円ぐらいからで、あとマイレージとかでまた変わってくるっていう感じだと思いますね。まあ今ねミルウォーキーにいますね。シカゴからだいたいそうですね4時間ぐらい、4時間じゃないや、すいませんミルウォーキーっていうところにいるんですが、映るのかな。ですね、シカゴからあのノースの方にそうですね1時間40分ぐらいのところにいます。でこのミルウォーキーっていうと、このなんかミルウォーキーのそうですねあのミルウォーキーっていうとなんかね、まあ僕にとってなんですけど、すいませんね私にとってなんですが、私にとってはあのなんか道具ありますね、ドリルとかそういうカンパニーの名前がミルウォーキーっていうのがあって、なんかビールの会社有名なところもあるとかって聞いてますけど、でまあこれからまたあのいろいろっていうか、まだね北の方に向かっていきたいと思うんですが、今ミルウォーキーのなちょっと街をこう走ろうかなとかって思ってます。でですね、今日は15日ですね、4月の15日で、時間がですね今は朝の9時32分ぐらいですかね。で日本は夜の11時32分ぐらいですね。で温度がですね、今ここミルウォーキーが7度ですね。でここっていうか日本の方はまあ大阪行きますね、大阪が14度、それからまあね北海道札幌が5度ですね。で沖縄は19度っていう感じですかね、温度的にいくと。まあね、あのちょっと曇ってるんですけど、こういう感じで映りますかね、映りますかね。まあね、ですからまあアメリカではこう移動するときに荷物とかね、このユーホールとかっていうトラックを借りて、あの引っ越し屋さんもいらっしゃるんですけど、まあ自分でやるとねちょっとその分お金がセーブできるっていうことで、みんなあの自分でこう友達なんかにもお願いして荷物を積んでもらってみたいな感じだと思いますね。ちょっとねドライブをこうこれからミルウォーキーの街、まあ自分もまだね通ってないんですけど、どういう感じかっていうのをちょっとだけね通ってみたいと思いますね。まあねでっかい湖にの近くねなんですけど、五大湖のまあ上の方なんでね、シカゴから1時間40分ぐらいのところですね。
まあ昨日はそうですね、やっぱりこう夜は冷えたと思いますね。まあ今もヒーターを焚いてますけど、車の中で、夜は湯たんぽを使って、まあ寝る前にちょっとヒーターをかけて、で湯を沸かして湯たんぽに湯を詰めて眠ったんで、快適に眠ることができました。今日はあのウォールマートっていうところに、今日はじゃね、昨日かはこう買い物して、でそこでねちょっとお邪魔したっていう感じですね。休みましたっていう感じなんですが、まあミルウォーキーの街ダウンタウンがちょっと見えてきましたね。ミルウォーキーの街は初めてですね。お兄さんは学生さんかな。橋が上に上がるんですね。まあミルウォーキー、ミルウォーキー、ミルウォーキー、ミルウォーキーまあ街はね、どこもなんかちょっとずつっていうか、まあ似通ったような感じがしますけどね。まあこのミルウォーキーの街もなんかちょっとやっぱりシカゴにちょっと似てるような感じもしないでもないですね。まあ規模が全然小さいと思うんですけど、あ、シカゴで思ったことなんですけど、まあ厳しい大自然というか寒さがちょっと厳しいのかなということでも関係してると思うんですけど、ホームレスの方ほとんど見かけなかったですね。まあね、ロサンゼルスとかカリフォルニアのサンディエゴとかね、いろんなところでやっぱりこう結構あのホームレスの方よく見かけたんですが、あのやっぱりシカゴあたりでは少ないですね。なんかでっかい建物が見えてきました。
ョンって何なんだろう。美術館かなんかな。年季の入った建物ですね。またまわりもね、今日木曜日か。お姉さん、そうですね、よいしょ。なんかまた結構かっこいい建物ですね。